渋谷スクランブル交差点を彩る巨大広告は、息を呑むほどの美しさ。青空の下、3人の姿が鮮やかに浮かび上がり、渋谷の街並みを一変させます。将軍神軍ラン君3人揃った。渋谷の空が彼らの色に染まったその瞬間、数多くのファンの心が鼓動し始めた。平野翔、神宮寺優太、岸優太の3人が共に手を取り、 新たな旅立ちを告げる広告が渋谷のスクランブル交差点に掲示されたのだ。東京を代表するこの交差点で、彼らの大きなビジョンが映し出された瞬間、その場に立ち会った多くの人々にとって、その瞬間は永遠に刻まれることとなった。今や、彼らの姿は渋谷の象徴となった。その鮮やかなブルー、パープル、レッドの3色が組み合わさり、一つの美しいハーモニーを奏でるかのように広告に映し出されたのだ。 特に、ナンバーアンダーラインイの大きな広告は、まるで彼らの情熱や思いを直接伝えるように堂々と掲げられ、その存在感は圧倒的である。この広告が掲示されると、瞬く間にファンたちからの声が SNS を通じて広がった。こんなに素敵な景色をありがとう、渋谷に住みたい。3人の広告、最高、など、多くのファンが感動と興奮を共有し合ったのだ。まさにこの瞬間。 彼らは一人一人の心に永遠の記憶を刻み込んだ。平野翔、神宮寺勇太、岸優太の3人は、それぞれのインスタグラムでこの広告の情報をシェアし、ファンたちに一斉に知らせた。その行動は瞬く間に多くのいいねやコメントを集め、彼らの存在がますますファンの間で大きなものとなっていく。ストーリー更新ありがとう。こんなに素敵な景色を見せてくれてありがとうと。 多くのファンが感謝の気持ちを伝え、彼らへの愛が再確認された瞬間だった。彼らのストーリーは、ただの宣伝ではなく、ファンと直接つながりを感じられる場でもある。ファンたちがコメントを通じて、自分の気持ちや喜びを共有することができるのは、現代の SNS ならではの魅力だ。そして、その瞬間が彼らとファンをさらに深く結びつけていることは明らかだ。今回の広告でひときわ注目を浴びたのは、 神宮寺雄太が象徴する、ターコイズブルー。この鮮やかなブルーは彼のイメージと見事にマッチし、ファンたちにとって特別な色となった。アマゾンミュージックではこの、ターコイズブルーが背景となり、彼らの楽曲が多くのリスナーに届けられている。神宮寺雄太が語る、ターコイズブルーは、彼自身の成長や挑戦、そして未来への希望を象徴しているかのようだ。ファンたちは彼のブルーに共感し、 その音楽を通じて新たなエネルギーを感じ取っている。渋谷の街に新たな風が吹き込まれたのは、平野翔さん、神宮寺裕太さん、岸優太さんの3人が登場する AmazonMusic の巨大広告が掲示された瞬間でした。このニュースはた,たく間に SNS を駆け巡り、多くのファンがその場所を訪れたいという思いに駆られました。青空の下に映える彼らの姿は、まるで都会の喧騒に新たな息吹をもたらすようで、 多くのの人々の心を引きつけてやみませんでしたなぜこれほど多くの人々が渋谷の広告に熱狂しているのでしょうか。それは彼ら3人が持つ圧倒的な存在感とそれを支えるファンの情熱があるからに他なりません。平野翔さん、神宮寺優太さん、岸優太さんの3人はそれぞれが個々に輝くスターでありながら共に一つのステージに立つことでより一層の輝きを放っています。 渋谷スクランブル交差点に掲示された広告は、彼らが長い年月をかけて築き上げてきた努力と友情、そしてファンとの絆の象徴でもあります。この瞬間を実際に目にしたファンたちは、彼らが持つ魅力とそのパワーに圧倒され、思わずその場に立ち尽くしてしまうことでしょう。広告の掲示は単なるプロモーションの一環に過ぎないように見えますが、ファンにとってはそれ以上の意味を持ちます。渋谷という都会の中心に、 彼らの姿が映し出されることで、ファンは自分自身の夢や希望、そして彼らへの愛情を再確認することができるのです。その広告は、彼らとファンとのつながりをより深めるものとなり、多くの人々にとって特別な場所となりました。あの場所に立っている彼らの姿を見て、自分も頑張ろうと思えた、といった声が続々と寄せられるのは、その証拠ともいえます。渋谷という場所は、 常に変わりり続けるトレンドの発信地でもありますここに掲示された広告は、単なる一時的なものではなく、これからの新たな時代を切り開く象徴でもあります。彼らの広告が掲示された瞬間、街はまるで一つのフェスティバル会場となり、多くの人々がその場所を訪れ、カメラを手に笑顔を浮かべていました。その一瞬一瞬が、彼らの存在がどれだけ多くの人々にとって重要であるかを物語っています。 広告に映し出された彼らの姿を見て、渋谷に行きたいという声が数多く上がるのは当然のことです。ファンたちは、まるで彼らとの再会を果たすかのように、その場所に足を運びます。その瞬間に感じる期待と興奮は、言葉では言い表せないほどです。青空に映える巨大な広告は、彼らの努力と情熱を表現しており、それを見るだけでファンたちは心が震えるような感動を味わいます。 渋谷に住みたい、渋谷に行きたいという願いが湧き上がるのは、彼らがファンにとって特別な存在であり、その瞬間を共有したいという強い思いがあるからでしょう。広告掲示はただのプロモーションではなく、彼ら3人の強い絆とファンとの深いつながりを象徴するものでもある。特に岸優太のユニークなフォントでのメンションは、多くのファンから、かわいいと絶賛され、その愛されキャラがますます際立った。彼のメンションは、 まるで彼がそこにいて、ファンと直接対話しているかのような温かさを感じさせる。一方、平野翔と神宮寺雄太のシェアしたストーリーも、ファンたちにとって特別なものとなった。彼らが同じ瞬間に同じ情報を共有することで、3人が一緒にいる、という安心感と喜びをファンたちに与えている。渋谷に行けないファンのために、AmazonMusic で広がる世界。渋谷に行けないけれど、この広告を見てみたい。 というファンの声も多い。しかし、Amazon Music を通じて彼らの楽曲やメッセージを聞くことで、遠くにいても彼らとのつながりを感じることができる。Spotify での活動から Amazon Music に移行した彼らの音楽は、さらに多くの人々に届き、その魅力を広めている。No.1 アンダーライン愛のアルバムは、まるで彼らとファンが共に旅をしているかのような体験を提供してくれる。音楽を聴きながら、 その瞬間を共有することで、渋谷にいるかのような気分を味わうことができるのだ。3人が広告にそろって現れたことは、新たなスタートを切る彼らにとっても、そしてファンにとっても大きな一歩である。この広告は、彼らの今後の活動に対する期待と希望、そしてファンとの深い絆を象徴している。これから彼らがどんな未来を描き、どのように成長していくのか、その歩みを共に見守ることができるのは、 ファンにとっても特別な喜びである。平野翔神宮寺優太、岸優太の3人が共に手を取り、新たな一歩を踏み出した。その姿は、渋谷の大きな広告だけでなく、多くのファンの心に鮮やかに映し出されている。彼らと共に歩むこの旅は、まだ始まったばかり。彼らの音楽、メッセージ、そしてその存在を通じて、ファンたちは彼らとの絆をさらに深め、 新ししいいい未来を共に築いていくことでしょう私たちも彼らが示す未来の一瞬一瞬を見逃さないようにそしてその一歩一歩を共に感じながら応援し続けたいと思います。これからも彼らと共に歩む旅を楽しみにしているファンたちにとってこの瞬間は間違いなく最高のプレゼントだったのです。